こんにちは。マクテクノロジー研究所の松田です。今回はね、まあ前回、自社パッケージソフトをね、流通業者さんに、売り込む、ね。非常にこの厄介で、大変な仕事というのはね、愚痴を込めてお話をさせていただきましたけれども、まあ、嫌な思い出でね、思い出したことは一つありましてね。まあ、ついでと言っちゃなんですけども、今回はね、そんなお話をしたいと思います。題して、無理ならいいんだよ、と役人が、とでもしましょうかね。さて、ことはね、1990年。まあ、起業しては翌年ですけれども、当時はね、キヤノン販売さんとか、ソニーさんとか、リコーさんとか、ね、大手さんと仕事、始めた時期だったんですけれども、それらの民間企業とは別に、東京都のね、関連組織から仕事の依頼が舞い込みました。まあ、東京都であればね、取りっぱぐれは、ないでしょうからと思って、お話を伺うことにしましたけども。それはね、Mac をベースにした画像データベースの受注でした。まあ、画像データベース。まあ、ある意味ではね、プログラマーの、K さんは、同類のね、核としては同類の、アプリの開発の経緯もありましたから、難しい話ではなかったと思います。まあ、その今回の特殊性があるとすれば、その部分は除いてですけどね。でね、担当の方はね、我々のこのビジネスに理解を持っていらしただけでなくね、いわゆるその役人のね、悪いイメージっていうんですかね。そういうのはね、ないスマートな方でした。ですから、気持ちの良いビジネスがね、できたと思ってます。問題は、正式に受注が、まあ、受注をいただき、東京都とね、まあ、本契約の段になって、問題は起こりました。物品買入契約書っつうのはあるんですよ。物品買入契約書。で、その書類を取り交わす段になって、まあ、思いもかけなかったことが起こったんですけれども、先ほど正式に受注したと申し上げましたけれども、正式に受注したということは、申し上げるまでもなく、ね、仕様が決まり、ね、納期も決まり、そして、開発の金額ですね、受注金額っていうのも決まった。ね、それで、東京都の関連組織からこれで発注します。我々も受注します。ということになるわけですよね。で、最終的にその、繰り返しますけども、物品買入契約書というのを、東京都の担当部長に提出して、印鑑もらうと。ということを聞いてましたんで。はい。聞けばその書類というのがね、B5 版の、ザラ紙1枚だというんで、事情に全然疎い私はね、恐れ多くも担当部署に電話してね、送ってもらえませんか？お願いしたらすぐ却下され、なんと何月何日の何時頃に取りに来いと言われました。ね。まあ、喧嘩しても始まりませんから。これもね、これがお役所仕事というものかと。諦めてね、書類を取りに行き、で、そこに、まあ、記入、ね、捺印し、
後日、これまた指定された日時にですね、当該部署に出向いたわけですよ。この書類を、部署に、当該部署に、まあ、担当部署に、手渡せば、それで済むと聞いてましたんで、ね。当時のね、東京都本庁舎。今でいう東京国際フォーラムのあった場所、東京国際フォーラムがある場所でした。細かいシチュエーションはね、もう忘れてしまいましたけれども、古い建物でした。ね。小汚いドアを開けて、その部屋に入るとね、まあソファーがあって、そこでこう、順番待機するわけですね。そのね、薄い壁だったのか、ついたてだったのか、なんか簡易的な、そんな、声がただ漏れするんですね。うん。そういう環境で待たされました。とね、ついたての向こうからね、役人のね、横柄な物言いが聞こえてくるんですよ。うん。驚きました、その言い方と内容に。無理ならいいんだよ、と。ね。あと何百万値下げできないっていうなら、他の会社もあるしさ。といったね、言い方でした。嫌な予感しましたよ、これ。私もね。で、まあ、その方の順番が終わってどうなったのか、承諾したのか、拒否したのかわかりませんけれども、見るからにね、技術パートの中小企業の社長といったね、例の男性がね、肩を落としながら出てきましたよ。ね。それと、交代するように私がその席に座ったわけです。正直ね、その時まあ取り交わした会話はね、まあまあ、覚えてるんですが、役人の顔とかね、姿形はね、記憶にないんですよね。多分ね、私、不快の極致でね、役人の顔をね、正視していなかったんじゃないかなと思います。うん。その悪い予感は当たりましてね。彼はまあ私が差し出した書類を受け取ったと同時にね、いくらいくら値引きしてもらいますよ、って言うんですよ。もらえませんかじゃないんですよ。ね。値引きをしていただきますよっていう。もう決まってる。私はね、一応抵抗しました。値引きのお話があると、そのお聞きしてませんでしたがというね。抵抗しましたけども。まあ、私の言葉にね、かぶせるようにね、小役人のね、馬鹿の一つ覚え。ほんと馬鹿の一つ覚えのようでね。ダメなら仕方ないですよ、と。競合企業もあることだしね。いいんですよ。っていうのはね、そうした物言いでした。中年の男性でしたけどね。まあね、私もね、自分で言うのも大変僭越ではありますがね。百戦錬磨のビジネスマンのつもりです。ここでどのようなね、落としどころで済ますべきかはね、十分心得てます。だからここでテーブルをね、ひっくり返すのは得策ではないと、無論理解していましたよ。だけどもね、正直、腹の中でね、笑いましたね。彼の言う、競合企業もあるしさっていうのはね、この場合はね、ありえないんですよ。当時ね、時代もあるし、我々にしかできないということで、その関連、東京都の関連団体の方は、わざわざ我々を指名してくれたんで、ね、できることならね、おお、面白いじゃねえかと。その競合とやらにやってもらおうじゃねえかっつってね、
単価も切ってみたかったんですが、無論やめました。ね。うん。で、まあ、わかりましたと。基本的にはお受けするように努力しますけれども、担当部署のね、責任者の方に理解をいただかないと、後でいろいろとね、トラブルの嫌ですから、少しお時間いただけませんか。すぐに正式にご返事いたします。というような、返事をして、その場を離れました。ね。そうして、そうすると私とまた入れ替わるように次の待ってた男性がその席に座るわけですよ。私はちょっと興味を持ってね、自分の番が終わりましたから、その席から外れて、どうだったんですかね、ドアがあったのかなかったのか、ただ声はくどいようですけど、だだ漏れなんで、そこでなんか持ってきた書類かなんかをね、整理するようなふりしてね、と聞いてました。相変わらず、値引きは了解していただきましたね。というようなね、言葉が聞こえてきました。驚いたことにね、ここはね、ちゃんとしたね、担当部署名があるんですけれども、値引き担当部署なんですね。うん。これまでのいきさつとかなんかを一切考慮せず、関係なく、ただ単に、いくら負けろと。そう言って負けさせるのが、その担当部署の、また担当者の仕事であり、成果、ね。としか受け取れない場所でした。まあ、私は早速ね、電話ボックスを探して、当時携帯電話ありませんでしたからね。東京都の関連団体のその、発注をいただいた担当者に電話をして、事情を説明しました。彼はね、大変申し訳ありませんと、真摯にそのね、謝っていただきましたけれどもね。まあ、結論はここで話こじらすと、面倒だから。その、値引きは受けてくださいと。その代わり、すでにご承知の通り、1ヶ月後に、追加の発注をする、2度目のね、オーダー時に、その値引き額をちゃんと上乗せしますから。ね。そういうお約束をしてくれました。ね。まあ、したがって結果的にね、私たちは1円の損もなかったんですが、嫌な思いを、したことは別にしてね。まあ、値引き係の役人に、ね、何の意味もなかったってことでもあるわけです。まあ結局ね、その東京都との契約が1990年からね、3年間続きまして、その間にね、4回のね、契約をしましたけれども、当然、そこに最終契約しに行くときには、値引きしてくれということを言われることは分かってますから、請求金額、上乗せしてるわけですね。まあなんかね、どうしようもないし、部署ですよ。うん。まあ、ビジネスにね、値引きはつきものですし、その値引きの交渉が悪いということを言ってるわけでは全くありません。ね。ましてや、まあね、取ってつけたようなことを申し上げますけども、都民のね、血税で仕事をしている限り、不必要な経費はね、削減すべきでしょうし、同じクオリティで同じものができるんであれば、それは安いに越したことはないでしょう。まあ、現実的にはそんなことはあまりありえませんけどね。まあ、しかし、本当にね、役人の立場を利用して、
本当悪用してですかね。すでに取り決めた金額を単純に値引きさせようとする。そんなやり方はね、あってはならないと思います。あってはならないと思います。ね。相談でもなく一方的なんですから。嫌なら別のところに頼むよということなんですね。まあ、多分ね、多くのね、特に中小企業の、担当者がね、思いもかけない突然の値引きで困惑しね、肩を落として、というようなね、ことは想像に固くないですよ。で、また、私のようにね、ネクストチャンスがあるような仕事の方はね、きっとその次にね、値引き分、上乗せして挑んだに違いないと思います。まあね、その手元の契約書残ってますんでね、お見せできないところはちょっと、ぼかした上で貼っときたいと思いますけども、東京都知事が鈴木俊一の時代ではありましたが、背景、緑のなんとかと言われている現東京都知事様、まさか今そんな部署、そんな担当はいないでしょうね。ということで、今日はこんなとこで、終わります。ありがとうございました。